突然ですが、皆さんに一つ聞いてみたいことがあるんですけど、ある YouTuber さんがいます。ちょっと想像してくださいね。その方は100万人登録者がいる、ちょっと大きなチャンネルをやってる方なんですけど、他の方に比べてですね、新しく動画を投稿した時に、あまり再生数が多くないんです。他の方は多分何十万再生とかって大体多いんですけど、まあ10万とかいかない、もう数万再生ぐらいしか見てもらえなくて、まあ、それに対してですね、心ない、まあ視聴者の方が、うわ、100万も登録者いるのに全然見てもらえねえじゃん、だっせーみたいなことを言われていて、まあその方はすごく気にしていて傷ついていると。で、なんかへこんでるとね、まあどうしようかな、もうやめようかな、みたいな、もし思ってる YouTuber がいるとした時に、まあ皆さんその方に対してなんて声をかけてあげますか？改めまして、どうも、アイチーです。冒頭ね、ちょっと質問から入って申し訳なかったんですが、今回はサムネイルか、まあ、タイトルにあるように、視聴者の方からですね、まあ、学生のみんな、もしかしたら、まあ、学生じゃなくてもね、人生で一度は誰かに言われたことがあるかもしれない、こんな問題も解けないんだ、ははっていうね、それに結構今へこんでる方が多いんです。で、まあ、受験がだん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 近づいてきて、まあ、自分自身、皆さん自身もそうですし、まあ、周りもピリピリしてくるとですね、いろんなタイプの人が出てきます。そして人っていうのは余裕がなくなった時に本性が現れます。心の深いところね、根にある部分が出てくると。だから本当にね、優しい人というか、まあ、心が広いというかね、穏やかな人っていうのは、その方がね、本当に余裕がないはずなのに、そういった時でも人のことに、まあ、親切にいられるとか優しくいられる人っていうのは、本当にね、まあ、なんていうのかな、本当の優しさを持ってる人だなって、ここは個人的には思ってるんですけど、まあ、ちょっとそれましたが、なので、まあ、余裕がなくなってくると、まあ、普段優しかったはずなのに急に暴力的な言葉を浴びせてくる人とかは、本性が出てきたななんて思うわけですよ。で、そんなこともあって、まあ、みんなの周りにいる人が、周りなんか突然変わってきたなとか、やたら突っかかってくるなみたいなのが起こってきます。で、これからもっと増えます、きっと。受験が近づけば近づくほどね。で、それで、まあ、へこんでる方がね、たくさん今メールが来ていて、まあ、それに対して思うことを話していくわけなんですが、まず動画の冒頭の、まあ、YouTuber の話ありましたよね。まあ、お気づきの方が多いと思うんですが、あれは俺です。はい、うちのチャンネルの話です。ただ、一個違うのは、へこんではいないです。もう言われ慣れてるので、ずいぶん前から、まあ、さすがに体制ができてて、あまり気にしないですし、自分の方針でやってる、まあ、狙ってやってるわけじゃないですけれど、まあ、今この形でチャンネルが成り立ってるので、自分はまあいいと思ってるんですが、まあ、100万いてね、再生数多分平均、なんだろう、投稿して3日間の平均とかだったら、多分1.5万から2万再生しか、ね、再生数が取れないので、やっぱりこうオワコンとかね、うわ、ダッセーとかって言われることは、まあちょいちょいあるわけですよ。で、もし、まあ、自分は一応へこんではいないつもりなんですけど、もしそういう方がいた時に、みんな自身がね、まあ、同じように、もしかしたら、うだっせーって言うのか、それとも、いやいや、気にしちゃダメですよって、まあ、なんて言うかわからないけどさ、まあ、コメント欄にあるかもしれんけど、それはね。なんて言うかわからないけど、でもきっとこれを見てる人の、どうだろう、90%以上は同じように叩く人はいないんじゃない？まあ、フォローするのか、まあ、わかんないけど、ただ攻撃的なことを一緒にするっていう人はかなり少数派なんじゃないかなと思うんです。で、なんで今回この質問をしたのかっていうと、みんなもね、まあ、もしこれを動画見てる方で、今回みたいに座って、なんでこんな問題もできねえんだよとか、まだ基礎なことやってんのかよとかね、言われてへこんでる方がいた時に、自分がじゃねえ、ごめん、人が、自分、みんなの周りの人がそれを言われてたら、なんだろう、それに対してさ、いや気にしちゃダメだよとかって言うと思う。でも自分自身にはできないんだよね、それが。やっぱ気にしちゃう。当然、まあ当事者だからね。気にしちゃうのは当然なんだけど、やっぱり他人に対して気にしちゃダメだよって言えるんだったら、ちょっとでいいから自分にも言ってあげなきゃ。いや、俺気にしちゃダメだよって。私気にしちゃダメだよって。気にするんだよ。気にしてることをへこんじゃダメだよ。気にするのは人として当然なんだけど、自分に対してのフォローの言葉っていうか、それもちょっとかけてあげてほしいというか、その意識は持っててほしい。で、最後にね、自分が、まあ、それに対してどう思うかっていう話をして終わりたいと思うんですけど、もちろん自分もね、35年も生きてるんで、そういったシーンは何度かありました。それは勉強だけじゃなくて、例えば仕事とかでもそうだけど、なんでこんなこともできないの？みたいな言われることはあるわけですよ。で、自分はもう自覚してますけど、メンタルが強くないので、簡単にへこみます。ポキッと折れるし。そうなんですが、まあ、さて、35年もいろいろ経験してきた中で、やっぱりこうちょっとずつ変えていったのは、へこんでても何も変わらないんですよね。そうてか、俺へこんなんでこんなことでへこんでるんだろうって今は思います。だってさ、それを言ってくる人間の価値観と俺の価値観は違うじゃん。勉強で言うんだったら、
あなたにとってこれはそんな問題とか大したことない問題と思うかもしれない、あなたは勉強できますもんねって思うかもしれない、でも俺にとっては今これがやるべきことなんだもん。あなたがやってる今すげえハイレベルのね、わかんない、高校の部の偏差値70以上がやる人のような人の問題は今やりたいけど、そこまで行きたいけど、でも今俺それじゃないんだよね。スポーツでいうとこのすげえ難しいテクニックの練習する前に俺はまず基礎練習が必要なんだもん。基礎ができてないからそれできないし、練習したって。そうだから今自分がやるべきことはこれだもんって、あなたがどうこう言おうとこれなんだっていうふうに思うようにしてる。だってそれぞれの人生違うでしょ、今やるべきことっていうのは、っていうのはみんなも分かっててほしい。まあ、途中でも言ったけど、へこむのはしょうがないと思うの。へこむことに対してはどうこう言わないし、みんなもへこんでる自分にへこんじゃダメだよ、さらにへこむだけだから。ただ一個だけみんなにお願いするんだったら、へこんでいいからへこんでる時間は短くする努力はしてみ、切り替えなきゃいい。へこんでダメージ負ってすごいドーンって落とされたら、落とした分だけ下に俺がさ、なんかさ、なんだろう、トランポリンみたいなの置いといてあげるからさ、うわーって落ちたら、その力を使ってトランポリンでいっぱい跳ねて上に上がってくれ、置いといてあげるから俺が。でもう一個だけ、まあこれはちょっと俺のエゴだから、すげえ押し付けがましくなっちゃうかもしれないんだけど、まあ自分が、でも自分のね、こう動画を見てくれてるみんなは人の痛みが分かる人になってほしいの。そう、まあ、別に他人に対してめちゃくちゃ優しくあってほしいってわけじゃなくて、俺痛みが分かる人イコール優しい人だとは思ってないよ、別に優しくしなきゃいけないとは思ってないんだけど、でもこれを言ったら相手はこう思うだろうなって、それって人の気持ちが分かるというか、人の痛みが分かる人だ、想像した上でこう言ったら傷つくだろうなって分かった上で言える人っていうのは、その自分の発言をコントロールできる人だと思ってるの。だって、まあ、傷つくと思って言ってたらさ、うわひどいって思うかもしれないけど、それが分かってるからこそ後々のフォローができる人なんだよ。俺先生とかでもこの能力持ってる人すごく多いと思ってるんだけど、それがねみんなの人生にとって使うか使わないかは置いといて、でもやっぱり人の痛みが分かる人っていうのは、俺はなんかなんていうかな、生きていく中で人生が充実していくというか豊かになっていく人なんじゃないかな、人に恵まれる人なんじゃないかなって思ってる。みんな自身今学生生活でなかなかね友達関係とかうまくいかない人もいるかもしれないけれど、その中でその自分が傷ついたり辛い気持ちっていうのをちゃんと理解して、自分と向き合って理解して、それを乗り越えた先にはやっぱり他人の痛みが分かるってとこにやっぱりたどり着けるのね。でその力っていうのはこれからみんなまだ学生生活で出会った人数そんな多くないから、これから今までの何倍もの人と出会ってくる。でやっぱ俺もみんなよりはね人生長く生きてるから出会った人数は多分多い、みんなよりは。でその中でも親友っていうか本当に心を開いてるのって片手で数えられるんだよ、それしかいないんだ俺。まあごめん、俺は少ない方だと思うけど、でもそれしかいない。だからみんながもし今ね一人も出会ってないと思っても、これから出会う、で出会っていく中でそういった他人のやっぱり痛みが分かるとか、他人の気持ちを理解しようとするっていうスタンスはやっぱりすごく大事になるものだと思うので、ちょっと話がそれちゃったんだけど、まあ今ねそういったなんか暴言を浴びせられてへこんでるっていう経験、そっからどうやって短期間で上に上がっていくのかっていう術をゲットする、そしてもう一個は自分の中で他人のまあ痛みが分かるっていう部分をまあ育てていくというか、そこの力を身につけていくために使ってください。そしてその暴言を吐いてるやつを見返してほしいけど、まあ見返すことができなかったら、まあなんだろうな、あと10年とか20年経った時にそいつより豊かな人生を送ってください。みんなにはその可能性があるから、いや、そう信じておりますので、まあちょっとうまく伝えられたかわかんないですけど、ぜひね、まあ、伝えたかったのは踏ん張ってこうぜってこと。はい、ということで以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではまたね、バイバイ。